うっちゃんなんちゃんの内村は番組で誰かを傷つけてしまわないか人一,一倍敏感だという。そんな内村は一度だけ行って9のスタッフを叱ったことがあるそうだ。それは妹あやこがまだ駆け出しだった頃のバンジージャンプ10本勝負という企画でのこと。その映像を見た内村はスタッフに妹はまだテレビに出たてでディレクターに飛べと言われたら絶対ノーと言えない。そういう絶対断れない人間を飛ばせるのはダメだよとかなり強く言ったのだそう。 断れる自由があればいいが、拒否できない状況でバンジーを飛んでも笑えない。内村はそう苦言を呈したのだ。さらに内村は妹に直接電話し。今後、本当に嫌な時は断ってもいい。自分で断れなかったら俺から話すから。俺に電話しよう。と言ったのだそう。内村は基本的に不満をスタッフに漏らすことはないが、誰かを気遣っている時だけ、このようにしてスタッフを叱ることがあるそうだ。